北京ユニバのメインエントランス入ったところのこの辺にですと陶瓷陶瓷杯ですね。あ、ダサい。これは1980年代の北京で、サンセットスイーツキャンディーカンパニーでお菓子屋さんで、はい、入店しました。こちらで販売しているものはキャンディーショップと言われていても、別にキャンディーだけではないと思いますね。で、総合的なショップだと思いますね。ミニオンのぬいぐるみもあれば、カンフーパンダで見たマグネットもありますね。それからですね、ここはカンフーパンダで、気づいてなかったような気がしますけど、シャチマ、単数ですね、シャチマ、日本語で何というかな、シャチマです。食べ物、硬い食べ物39元ですね。これぐらい大きい分量ですね。454g。 ユニコーンの服とか、じゃあ紹介していなかったもの、このコップがかっこいいね。いいじゃない。129件とか。こちらの T シャツも2つ合わせると色がいいですね。多分値段も一緒でしょう。右の方は249件になっています。で、左の方が249件です。これは中国らしいですね。タオスですね。これは中国人が好きなお菓子タイプです。重たいお菓子です。中国人がお土産にする69件 お菓子は箱が大きいだけじゃなくて分量が大きい。これだってこれ 640g あるんだ。何これ、各キャラクターのマグカップのセットだね。4つでセットになっている。おー、これは229件で一組セット。キャンディーショップといっても本当にキャンディーが売っていますね。やっぱり本当にキャンディーショップですね。たくさんのお菓子が置いてあります。どちらもですね、綺麗で美味しそうに見えますね。これはハリポッターで入場制限している店でも、ここ普通に買えるじゃない。カエルのチョコレートを店で一人一個までとかって言われて、へえ。ここはハリポッターで売っていたものはどちらも全部置いてあるし、ひどい、皆さん見てくださいよ。この奥に杖の店もあるよ。杖の店に入るにはですね、1時間も並んでる時もあるんですけど、結局外じゃないですけど、ハリウッドの方であるんですね。もう出る時にも入る時にも買えばいいんですね。グッズはどちらの店も同じようなものが置いてあるのですけど、こっちのクッシュはハリーポッターであまり見かけてなかったんですね。9また9の4本の9また4本の3ですね。は189件ですね。こちらはこちらのパスポートカバーか、ナンバー250257、ロンドン通報ホグワルツで、ロンドンからホグワルツと書いてあるし、開くとハリポッターね。これパスポートカバーじゃない、あ、でもありますね。と使ってもいいし、カードホルダーですね。そしてポーチがあります。じゃあこのポーチは229件ですね。カードホルダーは169件ですね。
で、この上は、あ、ちっちゃ、簡易な、簡単なポーチがあります。こんな感じで、179件です。と、隣にこちらのお部屋に来ると、カンフーパンダのグッズが置いてありますね。さらに進むとミニオンのエリアになります。十二支のミニオンですね。で、ミステリーボックスです。と、さらに奥の部屋は、奥じゃない。もう出口に近づいていく部屋は、ジュラシックパークのテーマグッズですね。え、スターウォーズもあるんだ。これスターウォーズって、あ、スターウォーズだ。これはトランスフォーマー。スターウォーズだと思ってた。え、これは見てなかったね。トランスフォーマーのぬいぐるみは119件と119件ですね。こんな感じです。こっちはジュラシックあって、こっちはトランスフォーマーかですよね。お、あとこちらは北京ユニバのグッズです。これは T シャツ、ちゃんと中国語で北京環球影城って書いてあるやつ。169件多分こっちも一緒やね。ナフタ見つからないと、あ、ダサい。これは1980年代の北京でに北京で皆さんよくかぶっていた帽子、キャップですね。これは色作りがダサい。ダサくない。169と、さらにダサい。こんな感じのマグカップ、コップです。89、あ、値段は他のマグコップよりは安い。同じシリーズの設計で T シャツとか長袖です、長袖があるんですけど499と、水道がある169と、これは何だろうね、バッグですね。349。おー、情けない。これは大きいですけど、値段当ててみましょう。これ400超えることはあるはずと思うんだけど、でも納得できない値段です。え、299。皆さん、こんなにでかいのは299、こっちだけ値段おかしいじゃない。349、キッズの T シャツがあります。ついでにお値段を見ますね。169ですね。と、ズボンがあります。あ、ズボンですよね。でも 7分ぐらいか、あ、じゃなくて、子供のキッズのですね、ズボンです。これはさっきのカバンよりは、あ、169。そしてこれは、アディダスと誤解してしまいそうな色合いですね。キッズの服です。おお、同じ材質で写っているものだけが違う手帳ですね。北京ユニバーね、99件で売っています。ここはミニオンのところにはなかったんですね。これは北京ユニバーのですね、各キャラクターのコップですね。マグカップ129、同じデザインで丸いコップですね。蓋付きになります。で、これは129、重い。耳がないとさすが持ちにくいね。これは軽いですけど139ですね。ベイジンと書いてあるやつ129と、2つセット2つセットで129件ですね。と、陶瓷杯ですね。129と、ステンレスの
食品入れか、これはあまりロゴ見づらいかもしれませんけど、ロゴが入っています。これは金の字で写ってるんだけど、ミニオンパークでこれは見かけていました。とこちらもミニオンで見かけていました。じゃあ北京ユニバの限定商品はまたこちらの北京ユニバの限定手帳でございます。黄色いか、あ、後ろも青も、この黄色い青のこの2色ね、この T シャツと同じように北京ユニバが使われています。59件2冊。これなんですか。これはショルドバッグだね、ちっちゃなショルドバッグ、149件です。ちっちゃい、あ、これは白い帽子、白いキャップはありますね。139とハットが、この色をどう見ても私がダサいと思う。139、はい、こんな感じで北京ユニバの色作りですね。ボールペンです。またこの2色のボールペン、おそらくどちらも89だと思います。でこちらはどういうもの、皆さん何だと思います。私わかんない。129ペンケースだって。当ててみてください。この黄色の後ろ1枚だけか、あ、後ろある、この色ですね。お、ドラゴンが刺繍されている白と黒の T シャツです。多分値段は一緒ですね。一つだけ見ましょう。229件です。とドラゴンが刺繍の柄のマグコップ、大きいですけどね。これは89件です。裏は無地です。と同じドラゴンの柄のポーチですね。これは99件です。とハット、あ、この赤と紺が139、黄色いユニバー北京のこの辺は、あ、服系です。ちょっと全部は見ないですけど、だいたいこんな感じのものがあります。水筒だけ一つ取りますね。これはでかいですけどね、大きい、159ですね。裏は何もないね。とキーチェーンですね、79ですね。これはバッチ付きのキーチェーンだね。元値段するか、79一緒。これは、おお、これは回せる。おお、またこの2つの色、キーチェーンは79でしょ、99です。これ一緒。チケットホルダーは79ですね。お手帳のサンプルあります。これ刺繍ですね、ちゃんと刺繍されています。ここは刺繍じゃないけど、この字だけは刺繍ですね。中は、おお、一応マークがある、ウォーターマークがあるんだけど、片方はウォーターマークで片方は無地ですね。これは139件で売っています。完全に黒ですけど、ユニバと何の関係ある。599、どう見ても何の柄もないね。裏あるかもしれない。あ、裏ある。裏はドラゴンの刺繍じゃない、刺繍もあればピカピカのやつもありますね。フライパンダあるともうちょっと可愛いですけどね。あとこの色はいいと思います。さっきユニバーの色は、あ、黄色いと紺はちょっとなかなか私個人的な観点かもしれません。これは全ての値段は見ないですけど、こんな感じです。とこちらもですね、キッズたちの、服があります。4つの柄が映ってるんだけど、
129件で売っています。丸いポーチがありますね。これも69件と、トートバッグあります。ここは単純に保護するためか。199件。これは何でしょうか。これ文房具セットだね。ステーショナリーセットね。これは手帳とボールペンと回信帳とセロテープのセットですね。139件で売っています。こんな感じです。あ、透明ファイル、いつも49だと思います。じゃあ1枚目はこんな感じ。2枚目は何だと思いますか。同じです。これは何。あ、ユニバの2021年。どうして2021年写ってるの。これは北京とは限らないでしょ。あ、北京と書いてある。ここに北京2021年北京で、大人はこんな服がありますね。この完全に字が、しかも夜行かもしれない。あ、夜行しない。これぐらいはまだいいけど、裏は、あ、これこっち、これはこっちの裏だ。これは表とこっちが裏なんだ。おお、光る材料で作られているハンドバッグだね。ハンドバッグ199件で、白い字はこれぐらいはまだいけると思うんだけど、さっきの黄色いと今後は白い字のね、これはシルバーのロゴがついてるね。多分確かにこれは全部139だった。129、これは129ですね。じゃあ同じデザインの服もありますね。ポーチがあります。裏は何もないけど149ですね。リュックかな、それともハンドバッグか。139件ですね。マグカップがまた来ましたね。これ細高いマグカップは129件と、低いやつスプーン付きで、スプーン付きで129ですね。裏と表は一緒。太鼓の形の2点セット。2点セットで179件ですね。お、こちらにですね、また女の子が着るような北京ユニバーの服がありますね。これぐらいの色はまだいいかなと思いますね。こっちの下はキッズの服ですね。と、ここはリュックかな。このリュック、このリュックはいくらだと思いますか。ナフタを見ますね。189と、こちらが、はい、あのポーチなんだけどピカピカだね。69です。こんな感じと、こんな感じがありますね。北京ユニバー、これ四角になっているの、ショルダーバッグですね。四角ですね。まあ物は入れやすいかもしれないけど、オレンジの色と青の色が、水色がありますね。で、同じく水色とオレンジ、ここまた微妙な組み合わせの色ですね。色の組み合わせ、上にさらにショッピングバッグも同じ色ですね。この服は2つの色の組み合わせになっています。これ荷物の名札だね。49件と、この色になると、水筒のホルダーですね。49件ですね。ドラゴンのやつは79件です。これは流車かな、流れるやつは79件ですね。カードホルダー、これめっちゃ軽いですね。
こっちはまだ少し革系かもしれませんけど、89件で、こっちはプラスチック系みたい、もう89件ですね。これは4点キャラのセットになってるやつ。おお、この水色とオレンジの組み合わせで作られたカードホルダーですね。まあ89件です。この革こんな感じですね。これは199元ですね。下は紺色のやつですね。この服はどういうこと？何の字も写ってないのに。これで499元。裏には何かあるかな？裏も何もない。これユニバと何の関係ある？ハンドファンですね。あのポータバルファンですね。これは129件になっています。フォトフレームです。で129件になっています。じゃあこちらは一日で全部値段を見ないけど、大体こんな感じの服があります。折りたたみ傘あるんだ。でもこの色は開くと大体想像できますね。199。この色はトートバッグ作るならまだいいんだけどね。ここは若干少し刺繍が入っています。199件です。とこちらは2点セットになっている収納袋ですね。129件。こちらもユニバーですね。こちらは1点の収納袋、両側に紐がつ、あ、非収納袋というかバッグですね。登山バッグですね。で値段は139件ですね。で109件、パソコン入れですね。とこちらは鉛筆と巻きナイフのセットは59件ですね。でボールペンの 1,2,3,4,5 5本セットか、59件です。こちらはキャンプにも黒もあります。と T シャツもあります。キッズのやつと大人のやつあります。最後にハトは229。どう思いますか？とクッションの値段は見づらいけど、あ、ここにありますね。一応149。こんな感じです。北京ユニバのメインエントランス入ったところのこの辺にですね、両側にすべて店でございます。いや、ユニバーサルスタジオストアでございます。先ほどこの中のグッズをお届けしました。基本的にはパークの中のすべてのエリアゾーンのグッズはこの中に取り扱っております。だからそれぞれのゾーンで買うより荷物にならないように最後にここで買っていいと思います。ということで今回の動画でした。ご参考になりましたらチャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。この動画の最後のおまけのところにコインロッカーに行って料金確認したいと思います。バイバーイ。コインロッカーです。確かにサイズによってお値段が違うはずと思いますが、お値段を見てみましょう。50件、あ、60件1日、小さいのは60件、大きいのは80件1日と書いてあります。一応クレジットカードと一般的なE マネーの支払いで可能ですね。フィギュア、飛んでいくね。ピカ、中はピカピカ輝く、光る。わ、199件、重い。